人気グループ、セクシーゾーンの菊池風磨さんが主演の連続ドラマ、ウソ婚、カンテレ、フジテレビ系、火曜午後11時の第7話が8月22日、放送された、菊池さん演じるド S の設計事務所社長、夏目匠が幼馴染の仙道屋へ、長浜ねるさんとクリスマスイブの約束を取り付けるシーンが描かれ、こっそりガッツポーズする匠の姿が SNS で、可愛い、と話題を集めた、時なきういさんが電子雑誌、姉フレンド、講談社、で連載中の同名漫画が原作のラブコメディー、女性にモテまくる設計事務所社長、匠が、既婚者の肩書きを手に入れるために職も家も失ってしまった幼馴染の八重と期限付きの、ウソ婚、をし、初恋の人である八重を振り向かせるために不器用ながら奮闘する姿を描く、第7話では、八重は、匠が設計したグランピングリゾートを訪れ、その豪華なコテージに感激する。だが、初めて夫婦同室で一夜を過ごすためぎこちない。匠は八重の心中を察して平静を装うが、八重との距離がなかなか縮まらず、やきもきする。夜、コテージに戻った匠は、グランピングリゾート最大のこだわりとも言える、部屋の中から星空を見ることができる仕掛けを八重に見せ、クリスマスイブにもう一度来たいと誘う。だが、その頃にはウソ婚の契約期間は終わっていて二人は幼馴染に戻っているはず。と気づいて八重は戸惑い、と展開した。終盤、まだ帰りたくないな、という八重に、匠が、別に、もう一泊してもいいけど、と提案する。すると八重は、いいよ、また来れるし、楽しみだね、クリスマスイブ、とクリスマスイブの約束を受け入れる。願いが叶った匠は、嬉しさを隠せずににやけながら、ごめん、ちょっと何言ってるか聞こえなかった、もう一回、と八重に絡み、さらに八重がその場を離れると、声を出さずにガッツポーズするのだった。密かに喜ぶ匠の姿に、SNS では、密かにガッツポーズするのめっちゃ可愛い。世界一可愛いガッツポーズ見た。風磨くんのガッツポーズが可愛かった。などと盛り上がっていた。